ANA インターコンチネンタルホテル東京は、東京、赤坂のアークヒルズにある高級ホテルである。運営は、IHAG ANA ホテルズグループジャパン。森ビルが開発を主導した赤坂から六本木に、またがる 5.6 ヘクタールに及ぶ、再開発事業、アークヒルズ内に、サントリーホール、テレビ朝日アーク放送センター、アーク森ビル、アークタワーズなどとともに、全日空が展開した全日空ホテルズの基幹ホテル、東京全日空ホテルとして、1986年6月7日に開業した。運営は、子会社の全日空エンタプライズが手掛けた。2006年10月、外資系企業の参入が続く、国内ホテル市場での競争力の強化を狙い、全日空は、英国、インターコンチネンタルホテルズグループと、資本、業務提携を結び、12月、共同出資会社である、IHAG ANA ホテルズグループジャパンが発足した。これに伴い、東京全日空ホテルは、同社傘下となり、2007年4月に名称を、ANA インターコンチネンタルホテル東京と改めた。さらに同月、全日空は、ANA インターコンチネンタルホテル、東京など自社で不動産を保有する、直営13ホテルを、米国、モルガン・スタンレーグループに約2813億円で売却すると発表し、6月までにモルガン・スタンレーの特定目的会社である城山プロパティーズへの売却が完了した。建物全体は三角グリッドによって構成し、それにより高層部では鋭角的な造形によって航空会社のホテルらしい象徴性を打ち出すことを目指し、低層部では三角グリッドの特徴ある連続性と有機的な平面構成を最大限発揮することを基本的なコンセプトとして設計された。客室数は844室。11のレストラン&バー、ショッピングアーケード、大小20の宴会場、フィットネスルーム、ガーデンプール、エステティックサロン、ビジネスセンターなどがある。ありがとうございます。